地蔵堂、茨城県の常磐自動車道のとあるインターチェンジを降りてすぐの場所にあった工場での話。その工場は夜勤者の交代が夜中の2時で行われていて、2時で交代して帰る途中の派遣社員が単独での自動車事故で死亡した。派遣会社の営業が現場に花を供えに行くと、事故現場にはすでに小さな地蔵堂があって、近所に住むと思われるおばあさんが花とお水をお供えしていた。が、地蔵は古い、ずっと昔からあったように見える。派遣社員の営業はおばあさんに挨拶をして、ここであった事故について話を振ってみたそうな。するとおばあさんが言うには、この場所は昔から交通死亡事故が多くて、事故死者の供養のためこの地蔵堂が建てられた。おばあさんは毎日毎朝この地蔵に水と、日によって花や団子や饅頭などをお供えするのを日課にしていた。ただ先日、熱を出して頭痛もひどく、起き上がれずに一日寝ていた日があって、日課のお供えができない日があった。翌日は何とか起きられたので、お地蔵さんにお供えをしに行ったら、事故を起こした派遣社員の車を発見したそうだ。話の最後におばあさんは、私のせいなのかね、と語って、その時のおばあさんの悲しそうな気落ちした表情が忘れられないと、派遣社員の営業だった人は言っていた。書き忘れていたけど、この地蔵堂ができてからは、死亡事故どころか普通の事故もぱったりとなくなっていたのに、たまたまおばあさんがお供えできなかった日に、何十年ぶりかの事故、しかも死亡事故が起きたとのこと。本当におばあさんは落ち込んでいたようだと営業の人は言っていた。部屋の中の男。私は大学時代一人暮らしをしていました。友達もできず、毎日一人きりの生活でした。ある日バイトから帰ると、部屋の中に一人の男がいました。人間とは思えない感じですが、幽霊とも思えません。ニコニコと笑って私を迎え入れてくれました。私はそいつに向かって毎晩話し続けました。学校で一人だということ、友達ができないこと、寂しいこと。そいつはニコニコ笑って話を聞いてくれました。毎晩いるので毎晩話しました。ある日その男が私の体に触れようとしました。気がついたら朝でした。電話の呼び出し音で起きたのですが、知らない奴の名前が表示されていました。不思議に思いながらも電話を取ると、彼は、何してんだ、早く来いよ、と親しげに話してきます。全くわからないまま学校に行くと、みんなが私に声をかけてきます。今までなんか
私なんか無視していたのに。あまりの状況に吐き気を覚えました。それどころか、彼女だという人まで現れました。よくよく日付を聞くと、一週間が過ぎていました。みんなは私のことを、いつもと違うと言います。怖くなって家に帰りました。そいつは、ニコニコと笑って座っていました。どういうことなんだ？そう尋ねても笑っているだけなんです。最初は一週間だったのに、今では一年過ぎています。朝起きると、妻がいます。娘もいます。会社では重要なポストについています。でも、私がやってきたことではありません。お願いです。誰か、助けてください。無人駅。昔北陸の某所に出張に行った時のこと。ビジネスホテルを予約して、そのホテルを基盤にお客様を回ることにした。最後のところでちょっと飲んで、その後ホテルに戻ることに。ホテルまでは普通列車で約20分。疲れていたせいか、うとうとして、気がついたら降りるはずの駅だった。あっと思って立ち上がった時はもう遅く、列車は出発してしまっていた。四五分して、次の駅に列車が停車したので、急いで降りた。降りて列車が発車して、ふと気がつくと、ガランとしたホームに、私が一人。ホームの端に、掘ったて小屋のような木造の建物があって、それが駅舎だった。蛍光灯がぼんやりと光ってる、無人駅。降りる予定の一つ前の駅は、特急も停車して、ローカル線も交わる駅で、その県内では、県庁所在地に続いて、二番目に大きな都市。その駅から一つ目の駅、しかも本線なのに、どこかの錆びれたローカル線のような雰囲気。駅前は真っ暗、コンビニ一つない。映画で見たような古臭い家がひっそりと立ってる。次の列車は1時間後。列車が来るまでの1時間、恐ろしいくらい何の音もしなかった。ホテルに着いて、次の日の時刻表をチェックして気がついたんだけど、普通列車を待っていた1時間の間、本線だから特急が通過するはずだし、反対方向の普通列車も通過するはず。それなのに、全く列車は通過しなかった。静けさの中に、突然私が乗りたい普通列車が滑り込んできた感じだった。その半年後、再びそこの都市に行くことがあって、昼に少し時間が取れたんで、駅まで行ってみることにした。駅は小さいけど、木造ではなくて鉄筋。駅員さんも一人いた。駅前には小さいけど、ロータリーがあって、コンビニもあった。半年もあれば、ガラリと駅も、駅前も変わるかもしれない。でも、駅もコンビニも、特に新しい感じはしない。今でもあの時、時間がずれてどこかに紛れ込んでしまったのではないか、そう思うことがある。そして時々、あの時、普通列車が来なかったら、そう思うと怖くなる。
you